くまで畳。たまちゃん。うるせえ貴様、純然たる悲鳴を上げたわ。びっくりした。はあ男の子がいないことはもうこれ正常でいいのか。あ、カルガモさんこんばんは。登録者の900人おめでとう、ありがとう。ちょっと待ってね。よしということで、カルガモさん来てくれてありがとう。今日も一日お疲れ様でございました。そしていつも応援ありがとうございます。乾杯。はぁ、うまい。次異変見つけたら公衆電話調べてみて。え、ノマさん10円持ってない。6階やだな。6階から本番ってことでしょこれ。ムーディーな音楽が流れてまいりました。皆様、お盆の今宵何をしておいででしょうか。私は登録者300人記念でお祝いというのにホラーゲームをしております。ホラーゲーム大嫌いです。めちゃめちゃ怖いです。ですが頑張ります。よくこのペースで2年続いたわって思って。最近ね、野間さんを追いかけてくれるようになった人たちはあまり知らないかもしれないんだけど、野間さんデビューしてすぐくらいは休みあったんだよ。月間スケジュールとか確かね、休みって書いてあったんだよ。守られたことがあんまりないんだけど。ちょっとまた出てきちゃって。また反省会の時期のやつ。待って待って、デビュー半年目くらいって月間スケジュールから休みが消えた。待って待って、あれ、ロメさん、そんな早い時期から休みなかった。ちょっと待って待って。